なるほど、納得。また来て資格だわ。ってことは、このまんま、リーグ戦、頑張ってれば、来年チャンピオンズリーグ出れるよ。頑張ればね。頑張れるかな。行きましょう。ラリーガ。もう、スタメン確定かな、そろそろ。来年はチャンピオンズ今のところ出れるよね。落ちなきゃ。そういうことか。あれ、去年の成績も鑑みてのやつなんだ。つまり。セビージャのキックオフでスタート。リーガスなタるニほど、ョなんル第かようやく分かってきた気がす戦。る。セビージャ対サッアカートリッのトなんマかドシリステムという解説、七海さん、北澤さん、実況はジョン・カビラです。よろしくお願いします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポケ、アドリアン、ここはディフェンスです。サイドのスペースを使います。打てそうだ。シュートに行くか。うわ、入った。ゴール、セビージャ。先制点はセビージャ。なお、また何も、なんか、もうつい癖で押さなかったな。ここで打てはいけません。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。完璧なやつ。今シーズンの3ゴール目となります。これがインサイドキックね。なんかぎこちないな。さあ、セビージャ、早い時間に1点をものにしました。相手の良さが出る前にゴールしたんで大きいですよね。はい、このまま自分たちのペース握りたいですね。そうですね。それきた。奪われる。こぼれてますよ。さあ、シュートゴール。この試合はシュート打つときに左スイープやっても今相手アトレチコだし、アトレチコが正解だよ。てか今のだよね。今のこそ左スティックやれやだよね。 100% 決まってたよね。左スティック押しながらね、左右かどうか。今シーズン初ゴール。さあ、セビージャ、着実に得点を重ねていきます。また正面。1点と2点の違いは大きいですね。だから非常にリラックスして今のは呆れ思うす、ね、ダメだよな。俺でも分かる。ラキティッチ、マリン、残り前半20分というところです。それきた。先ほどゴールを決めた選手、ここで奪われます。ジョアン・ミランダ、なんか聞いたことある。ビジアもなんか聞いたことある気がする。気のせいだったらごめん。マリン、今日の試合でアシストを記録しています。おー、来た。うわー、入ってないの今の。ここはクリアします。ヨーロッパリーグはJリーグみたいに昇格ここあんじゃね。なんかあるって聞いたことがある。アドリアン、さあこの攻防。敵が正面にいたら抜けないね。シュートは正面しか出ない。これは奪われました。あー、やばい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 。うわわわわわ。ラキティッチ、縦にボールを送ります。一旦退避、一旦退避、一旦退避。ここで取られました。ギャー。奪います。うれ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 。ナイスパス。よっしゃ。守備陣の看板なプレーを見逃しません。前線のプレスからチャンスが生まれましたよね。はい、さあどうだ。積極的にアプローチして狙っていくっていうのは効果的ですよね。そうですね。効果があるんですね。チャンスですね。やっぱあるんだ。そりゃそうだよな。奪う。じゃなきゃモチベーションなんねえもんな。アルダ・トゥラン、ここで前半終了です。後半ゴールか。北澤さん、前半について何かこう考えると俺って本当になんかラリーが向きじゃねえのかなと思って。人間は怖いところでもありますからね。はい、今ゲームをこう終わらせたい、その点目をどう取れるかですよね。なるほど。後半両チームの監督はどのような采配を見せるのか。セビージャが
前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。さあ早々と後半がスタートしています。それきた、抜けない。痛い、顔断裂した。痛い、こぼれたところ、ボールを奪います。うらー、来い、よし来た、ボールが渡る、開きましたね、前、さあ打てるぞ、前開きましたね、打ったゴール。みんながすごい。これで点差は3点です。ルカ君のスタイル的にドイツがイタリアと、俺イタリア干されてたんですけど死ぬほどイタリア干されてたけど、というゴールでした。こういったセカンドボールに対しても冷静にしっかりと押し込む、非常に落ち着いてましたよね。そうなんだ、今日2点目のゴールです。どうする、イタリアのじゃあ超名門に俺移籍オファー出してみる、もしこのシーズンだったら。3対0と順調にリード、当たります。あ、ここで奪われました。何やってんの、ここは繋がりません絶好のチャンスか、高さありますからね、そこ狙ってくるでしょうねイタリアでのスピードも一旦干される、一旦干される。さらに前に行きたい、アドリアンがこうディフェンスをこじ開けていく様、非常に迫力がありますよね。そうですね、まあ、ディフェンダーは寄せているんですけども、弾かれているように見えますよね。ちょっと今のは無理ですか。やめて、変えないで、変えないで、オーワンゴール決めて、変えないで、変えないで、さよなら早いよ、変えられるのが。まだまたね、俺ワンゴール決めたからね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。セビージャとしては前線の動き出しがちょっと鈍い感じですかね。結局他の人がゴール決めてるし、本当それ獲得はするけど前評判悪いのかな。スピードアップするのか、あ、なんか安いから取っとこうかなみたいな安いから取っとこうかな。本当に中盤の攻防っていうのは激しいですね。でもまあなんか評価悪いけど、お互い自由な時間と相当与えてないですからね。まあ、安いから、ただ同然だからな。てか、実際できませんでした、野球でいう300万ってマジただ同然だよ。まあ、試しに、そこが変に悪くなければ取ってもいいよな。うわぁ、ゴーは止まりません。毎日止まんねえじゃねえか、お前ら。跳ね返ったところを冷静に決めます。こういったこぼれ球を冷静に決められるっていうのは素晴らしいですよね。まあ、ポジショニングも良かったですからね。どうする、それとも禁断の移籍してみる。今シーズン初ゴール、セビージャファンブチギレの禁断の移籍やってみる。さあセビージャ、速攻割れた、ゴール。セビージャさらに点差を離していきます。なぜかフル出場できないウカイ選手、速攻が悪いのかな。てか実際なんか攻撃がすごい、なんか潤滑、俺がいなくなってからすげえスムーズに点が入るようになってきてるんだよ。ここで笛です。5対0、セビージャ貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。8.0、最高評価、今日出た試合最高評価出してる、さすがに